少女時代のヘレナ・ビクトリア・ヘレナ・ビクトリア・オブ・シュレス・ウィグ・ホールスタインは、ドイツ・デンマーク系の、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・アウグステンブルク家の、公女で、イギリス王室の一員、ビクトリア女王の孫娘の一人、全名は、ビクトリア・ルイーズ・ソフィア・オーガスタアメリア・ヘレナ。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・公フリードリヒ八世の、弟・クリスティアンと、ィクトリア女王の三女。 ヘレナの間の第三次、長女としてウィンザー城の近くに立つフロッグモアハウスで誕生した。両親はカンバーランドロッジを住まいとしてイギリスで暮らしており、4人の子供たちも抗議のイギリス王室の聖員とみなされていた。家族からはソーラの愛称で呼ばれたが、きつい顔立ちをしていたために死儀を意味するスナイプのあだ名で呼ばれることもあった。なお、 ヘレナ・ヴィクトリアという公式名は彼女の6つの先例名の最初と最後を逆にしてつなげたものである。ヘレナ・ヴィクトリアは生涯独身で通し母親を手本に様々な事前活動に従事し、キリスト教青年会、キリスト教女子青年会、ウィンザーのプリンス・クリスティアン病院などに大いに貢献した。第一次世界大戦中には、 YWCA の婦人補助部隊を結成して自ら、その隊長となり、陸軍大臣のキッチナー伯爵の許しを得て、フランスに駐屯するイギリス軍を疑問している。1917年7月、イギリス王ジョージ五世は、王家の加盟をウィンザー家に変更した上で、イギリス王室を頼って暮らすドイツ系の親族たちにも、ドイツ由来の称号を放棄し、正式に、 イギリスに帰化するよう呼びかけた。ヘレナ・ビクトリアは両親を呼び離婚して、イギリスに戻っていた妹、メアリー・ルイーズと一緒に、アウグステンブルク家の加盟を放棄した。しかし、他のドイツ系のイギリス王家の演者とは違い、一家はイギリス貴族の爵位を受けず、加盟を伴わない形で単に、プリンス、プリンセスとだけ称することになった。戦艦機両親を亡くしていたヘレナ・ビクトリアと、 妹、メアリー・ルイーズは、ロンドン郊外のションバーグハウスに移り、この屋敷で音楽家たちのパトロンとして、精力的に活動した。第二次世界大戦中、ションバーグハウスは、ドイツ軍の空襲により破壊され、姉妹は、ウェストミンスター地区、バークレイスクエアのフィッツモーリスパレスに引っ越した。戦後、ヘレナ・ヴィクトリアは、重い病気にかかり、最後は、 車椅子での生活を余儀なくされた。1948年に自宅のフィッツモーリスパル。ありがとうございます。